はい、皆さんこんにちは、ワネリングリュウジです。ファミスタクライマックスドリームファイナル5周目、ドリームペナント5周目のドリームファイナル第2回戦目プレイしていきましょうということで、これのファミダスをまずは、投手10枚野手10枚引いていきたいと思います。まあ、狙いは何といってもセカンド守れる金色のカードですね。これが出てくれるとめちゃくちゃありがたいというかね、もうスタメンが完全に固定した状態で最終週の6週目に入っていけるっていうところになるんでね、ぜひとも引いていきたいところなんですが、まずは投手の方、金色で騎士ですね。まあ、元西武で今楽天にいる騎士、ただどうだ、騎士入れるところがあるかどうかっていうのはちょっと検討ですね。騎士は剛速球は決め球か、まあ、できれば騎士は入れていきたいですね。まあ、あとはピーピーとの兼ね合いになるかなと思います。お、阿部が出ましたね。阿部ウィーラー、さあなんとかね二塁手出てほしいけど、厳しいかな。残念ですね。引き続きちょっと荒木になんとか頑張ってもらいましょう。でだ、先発メンバーの入れ替えだな。そうなってくると、でそうなるとだ、先発でいうと、まあ、千賀のところに岸かなっていうところですね。じゃあちょっと岸を入れてみましょう。まあ、入るのかって話もあるんでね。そうか、内海、西、岸どうしようかな。なんか西の方がいい気もするんだけどな、こうやって見ちゃうとね。宇都宮はちょっとないかなって感じなんで、そうなってくるとどうだ、西岸、岸、岸、西だな。これでいきましょう。ちょっとスキルをつける余裕が PP 的にはないので、今村はねもうずーっと先発を務めてきてくれていて、しかも PP がなんと37っていう超お得キャラなんで、今村はちょっとね今外すつもりはないんですよね。これ東京ドームかな、坂本に先生か。一転してちょっと、まあ坂本にね早速ホームラン打たれてしまったものの、前回ほどホームランがバンバン飛び出るようなそういう展開にはちょっとならないかなっていう気がするので、まあ、しっかり、まあ、進塁打打っていくっていうのが一つポイントになりそうな気がしますね。って言ってるところで、まあ、結構長打打たれるな。立ち上がりが僕自身ちょっとあんまり良くないのかな。結構ね前回も序盤にガンガン打たれて2回までに9点献上するっていう失態を演じてしまったんですけど、今回もなんかそれに近い雰囲気が出てきてるな。ツーアウトランナー三塁一塁、ここはもう確実に川端で切りたい。ただ川端もそうそうは振ってきてくれないな。ただこれはちょっと上がりすぎかな。
角中が落下点に入って、まあ2点取られましたけどね、まあ、2点だったらまだまだこれからという感じになります。んでヤングサンライズの方の先発はというと菅野。大谷以上に打ちづらそうな感じもあるな。決め球は剛速球ですね。同じく、よし、これは抜けていく。荒木の足なら二塁は余裕でしょう。まあ、この回に1点でも返して、できれば2点同点、うまくいけば逆転まで狙っていきたい。糸井の足ならこれも二塁までいけますね。まずは同点です。違う、1点返しただけが。畠山のあたりは筒香が前進してきてグラブに収めます。ちょっと強振を入れていってますけどね。どうだ、入ってくれ入ってくれ、よし、逆転ツーランですね。まあ頼りになるな、このあたりは。さあこの回こそ0点できっちり抑えていきましょうっていうところで、二塁を抜かれちゃうんだよな。森に二塁まで行かれちゃうしね。まあ、菅野は確実に抑えるとしてだ。抜かれるな。まあちょっとしょうがないかなというところもありましたけどね。持ってかれた。坂本には2打席連続ホームランか。いやー、今回もランド戦の様相になるな。山田は足が速い。今の当たりで一塁セーフになると大概の当たりがセーフになりますよね。もうで筒香にはツーランか。中田の当たりも入るぞ。いやー、ランダ戦だな。ちょっときっちりね、締めていきたいところなんですけどね。よし、鈴木は確実に仕留めましょう。で川端もフォークで空振り三振。まあ、3回は絶対今村に投げ切ってもらわないと話にならないんで。ここは山田の移動線上にボールが飛んじゃいましたね。でここで今村ですけど、今村は送っていきましょう確実に。が最悪だ。まずいな。ちょっとこれはちょっと守備の面からしっかり引き締めをしていかないと。まあ今の森はね、戦略的に、いや戦術的にかな、アウトにできましたけどね。この回はもう0点でピシッと抑えてもらわないと。よし、でこの1番角中からのこの回に1点でも2点でも返しとかないと。さっきのね、地方球場というか、なんかその土手みたいなところの感覚と違って、そうそうはホームラン出ないですからね。よし、まず荒木は二塁だ。これでワンアウトランナー二塁になります。でこっからは頼りになるバッターが続くんで、しっかり捉えていきましょう。やっぱり糸井だよね。畠山も
大丈夫だね。二塁までいけるかな、畠山。ちょっと足が遅くて無理だな。で、柳田、坂本と続いていきます。これは落ちる。よし、ランナーをためて坂本だ。坂本にねホームラン打たれてますからね、打ち返しましょう。こっちも坂本で。よし、抜ける。今回も乱打戦になるのは確定だな、この感じだと。今の菅野のボールはちょっと打てないな。よし、フィルダースチョイスで同点。んで、森がうまく返してくれれば。ちょっと無理か。どうする？ここはもう送るかな。3回の裏、ここは勝負どころと見て福留を送りましょう。バットが出なかった。いやー、福留の起用が外れたな。貴重な代打なんですけどね、もったいない。さあ、そしたら山井はへばってるんで、ここはもう大谷を導入しましょう。ロングリリーフ、今日2本塁打の坂本。まあ、もうこの試合で勝つっていうのを前提にね、惜しげもなくピッチャー陣を投入していきましょう。で、何よりも大谷のところは、まあ、変な話、代打をね出さなくて済むっていうのがありますからね。そういう意味では大谷には長く投げてもらいたいんで、球数は少なくしたいんだけど、走ってきたな。ゲッツーを狙いたかったところで走られたのはちょっと痛いし、筒香には特大のホームランだ。いや、大谷がちょっと早々にへばるっていうか、ノックアウトされるってなると、ちょっと予定がだいぶ狂いちゃいますね。まあ、筒香はね、警戒しなきゃいけないバッターではあるんですけど、まあ、大谷の球威をもってしてもあそこまで運ばれるか、まあ、さすがと言うべきか。筒香の2点勝ち越しツーランを浴びましたね。まあ、ただこの回1番からの好打順でスタートなんで、きっちり1点2点と返していきたい場面ですが、まずは先頭打者角中はライトフライ。よし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 。荒木の当たりはなんかボテボテの当たりでしたけど、2塁進めましたからよしとしましょう。で、頼りになる男なー、やられたー。そしてこれは入るか、入るねー。森に一発かー。もう大谷がへばっちゃったな、早くも。ただ大谷はこの回はね、どうしても投げ切ってもらわないと。しかも菅野にヒット打たれてるようじゃちょっと話にならないな。抜かれるね。菅野の足でも三塁まで行かれるか、これは。行かれるね。ノーアウトランナーが三塁二塁。いやー、大谷続投せざるを得ないからな。怖いけど大谷続投しかない。よし、菅野の足が遅いおかげで確実に1点っていう場面でなんとか抑えられたのは大きいな、今の。ちょっとボール球で勝負していくしかないけど、
1点入るか、今の入るか、タイミング的にアウトかなと思ったんだけどな。まあ、筒香の足なら転がれば、転ばれ、いやー、ダメだったな。変えてあげなきゃダメだったか。変えましょう。ただもうまともに投げられるのが西しかいないか、ちょっとまずいな、ピッチャー的に。いや、これはいよいよ思ってまずくなってきたぞ。ピッチャーがへばりきっていなくなるっていうパターンになってきた。さてさて、どうするか。ここはウィニングショットを投げていきましょう。なあ、チェンジアップを鈴木に捉えられたか。ちょっと省エネ投法にしていかないとまずいんで、どうしてもそのストライクゾーンでね、勝負していかなきゃいけないんですけどね。よし、アウトにできた。こういう守備のプレーでなんとかね、そのピッチャーのスタミナを少しでも消耗を抑えていくっていうことをしていかないと。と言いつつ、これでも打たれるからな。チェンジアップはちょっと使えないな。まあ僕の使い方が悪いと言われればそれまでなんですけどね。まあ菅野は確実にアウトにしましょう。話にならないですからね、菅野にまた打たれるようでは。で、5回の裏で9点ビハインドでしょ。上がりすぎだな、畠山は。これは切れていきますね。まあ、ここまで来ると1点2点返してどうっていう場面ではもうないので、しっかりとねランナーを貯めていきたい場面なんですが、まあ柳田が普通にミート打ちでホームランを打ってくれる分には全く問題ないですからね。8点差。よし、坂本はこれは二塁までいけるでしょう、坂本の足なら。で、問題なのがピッチャーのところに代打を送れないっていうところなんですよね。ここでね、1点でも2点でも返したいっていう意味では森の後に代打を送りたいんですけどね。ただこれは落下点に入りますね。さあ、この回の西、まずは先頭打者秋山を空振り三振。坂本も打ち取りましたね。よし、山田も空振り三振。いやー、これくらいあっさりいってくれるとね、いいんですけどね。まあ、西はこのまま打席に入ってもらうしかないんで。おー、ラッキーラッキー。まだわからないっていう暗示かな、これは。一塁はセーフ。まあ、最悪のゲッツーは免れたんでよしとしましょう。まあ、この回2、3点返しとけばまだまだわからないかな。ただなかなか当たりが出てこないですね。菅野はまだまだ全然へばる様子がないな。これは落下点に入るね。いやー、この2回戦目落とすってなるとピッチャー陣的にかなり厳しいんだけどな。さあ、西、さっきの回みたいな回答を見せてほしいけど、
きの足を考えるとゲッツーはないので、この空振り三振は全然いいですね。大丈夫かこれは。追いついた、よし。さらに二塁もさせる。おんの字おんの字。はまればね、8点差ひっくり返せる点差ではありますからね。よし、あー切れるか。これは詰まらされましたね。まあ剛速球はちょっとやっぱり打ちづらいんで、その追い込まれる前に仕留めるバッティングにしていかないと。当たりは完璧でしたけど鈴木の正面でしたね。これも筒香の落下点、守備範囲です。いや西はもうこの回までなんとか投げ切ってもらわないと。ピッチャー陣がいなすぎる。いや大谷が誤算でしたね本当に。大谷があそこまでめった打ちにされるというのはちょっと想定外だった部分もありましたからね。まあしょうがないといえばしょうがないですけどね。さあ T 岡田のあたりはライトフライ。よし、西はまあこの回までかな。さあ8点を追いかける8回の裏の攻撃、倉本からです。まずはランナーが出ないことには話にならないんで、ランナーを出していきましょう。よし、で増田は決め球はスライダーか。まあでもいずれにしても追い込まれるといいことはないので、追い込まれる前に行きましょうというところで森が、月が、ここはじゃあ筒香を送っていきましょう。アウトになるのか今ので。じゃあ、ここは西村健太郎を送っていきます。ちょっと次の試合はピッチャー陣を一新というか、へばってるピッチャー陣を変えていかないと、まあ総力戦になりますからね本当の意味で。さあ筒香にレフト前に運ばれましたけど、ちょっとこの試合は厳しいにしてもね、次の試合気持ちよく入っていくためにも、ここはもうそろそろ相手の打線を封じておきたい場面なんですけどね。なあ、しまった。いやー、大勝の後の大敗か。本当に3戦目がどうなるかというところですね。まあ、ただまだ9回の裏ありますからね。10点取れる可能性も十分あるんで、諦めずにバンバン振っていきましょう。
荒木のあたりはセンター落下点。頼りになる男糸井、まあ、10点差で大敗するっていうね、不名誉だけは免れることができそうだな。ピッチャーが松井裕樹から又吉に変わりますね。これは詰まらされるあたり。坂本のあたりはポテンヒットになりそうだ。又吉も決め球剛速球か。ヤングサンライズの方はみんな剛速球持ちですね。まあ誰かがスライダーだった気はしますけど。いやー、失点の嵐っていう一面になっちゃったな。はい、というところでちょっと不甲斐ない試合をお見せしてしまいましたが、3回戦目確実に勝って5周目のドリームペナントも制していきたいなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。